私のこと嫌いなんでしょ。私さ、嫌われてないのかと思ったらさ、嫌いってどういうことなの。なんで嫌いなのにさ、コメントしたりさ、こうなんだろう、あ、ここで、はい、あ、カードで。じゃあ不思議で分かんないんだよ、その心理がさ。あ、カードで。あ、いくらですか。9700円。はい、すみません。センターと通信中です。暗証番号を入力してください。9700円。センターと通信中です。もうダメだよ、今月全然ダメ。はい、すいません。すいません。レシートを取り出して確定キーを押してください。すいません。ありがとうございます。よいしょ。寒い。マジで。2万かかったよ今日。まあいいか、宣伝していこう、せっかくやし。マイリスユマルどうですか。1、2万円でフォロラン1。でも、ゆまるちゃんはそう言うんだったら、まゆちゃんのこと大好きって言った方がいいよ。まゆちゃんのこと嫌いとかじゃなくて、あの、やっぱリスナーさんって自分の推しを褒められると嬉しいからね。ここ居心地いいですねとかさ、ちょっとゆまるちゃんの枠行ってみようかなってなる。それは嘘になるって。配信者って嘘つきじゃんね。みんな嘘つきじゃんね。あー疲れたよ、タバコ吸いたかった。手洗った2時間前ぐらい。前髪が、ゆまるちゃんお話上手だね。お話上手だし、あの、まあ、喋ってみたいよ、会って喋ってみたいけど、まあでもね、めんどくさいよね。あの、元カノ同士がさ、サンドイッチコンビだとかさ、なんかめんどくさそうじゃん。会ってみたいけどね、こいつらサンドイッチしたのに何や、ね、サンドイッチ食べる2人で2人でサンドイッチでも食べてさ、でも
まいのさ、あーありがとう、うーちゃんありがとう、あれうーちゃんありがとうございます、うん、ふう、頭の回転の速さ、そう、でも前のこと嫌いらしい、だからよくわかんない、まあでも24って若いか、そういう時ってまだ嫌いな人前もいたかもしれん、多分26ぐらいであんまり人に興味なくなってくるよ、いやどうなんだろう、性格の問題なのかな、うん嫌いっていうか、まあ好きが嫌いで言うときない、でもね、まあ、ゆまるちゃんのこと本当は可愛いし、そうやって強がってるけど繊細なところ知ってるからね、まゆは、うん、なんだそれ、おばあちゃんみたいなことを言わないで、だってゆまるちゃんさ、あのさ、私のことをすごいディスってた時にめちゃくちゃボロカスディスってたので、まだ眉がまだブロックされてない時で 見たらなんかサンドイッチ時期の時になんかあんだけねめちゃくちゃボロクソ言っててムカついてたんだけど、正直私もこの子ムカつくなって思ってたけど、なんかバーで飲んでて眉ちゃんに勝てないよって言ってたの見て、なんか憎めないなって思っちゃった、まゆちゃんに勝てない、勝てるわけないよってだから私はそっからね別に嫌いじゃないよ、でも めんどくさいなって思ってたけど、可愛いところもあるんだなこの子はってこれはアイコスですそうだよ、どうだろう、会ってみたらなんかどうなんだろうね、うん、眉が嫌われちゃうのかな、わかんない、いやー、まあでももうほんともう考えることがいろいろありすぎちゃって、あーって感じ、疲れた本当に、配信外のこととかでもさいろいろあってね、配信で言えないこととかもあってさ、コラボ配信しようした配信のやつの、なんでまあ嫌なんだけど、なんかその人狼みたいな論争、ゆまるちゃんのなんか人狼みたいなんだよね、私人狼ゲームでさ初日釣りされるから、占い師でも、うん、私やだ、そういうなんか論争好きじゃないんだよね、だから論争下手なんだよ、うん、でも私を釣ることは別に簡単だけど、ちょっと早くて何言ってんのか分かんないんだけどってなんか面白くないと思う、そういう論争になっちゃうと、ただ眉がバカにされて終わるだけなんだよ、面白かったらいいんだけどね、面白かったらあり、いやでもここでなんかゆまるちゃんとさそういうことするとなんかあれじゃない、なんか良くない気がする、もうちょっとこれがほとぼりが過ぎあれになってからじゃない、なんかゆまるちゃんを味方にしてとかさ、なんか嫌じゃん、なんかこう見た目的な絵面的な問題なんか嫌だな、もうちょっと落ち着いたらかな、
もう私も話ね言われた、話さない方がいいですよって。ただそのね、嘘が多いから違うことは否定しないとな、それ以外は言わないし、それ以外言わない。だから頭きてるからここまで行動出してんでしょ。いやどうなんだろう、嫌いって好きなんじゃないって思っちゃうタイプなんだけどね、前は。だってさ、あの興味ないもん。だって嫌いっていう言葉ってさ、あのその人に感情があるじゃん。その時点でなんかあれなんだよね、なんかこう嫌いってちょっと好きと似てない？言いたいことわかるかな。好きでもさあ、またね、まりちゃん。好きでもさ、あの興味あるでしょ、嫌いでも興味あるでしょ、うん、そう、なんかちょっと似て、に真逆なようで、真逆なんだけど似てるよね、うん。中ちゃんは家賃の家で隣家もあるのにベッド燃やして近隣住民が会社だ。本当にダメだよ、 A 版だよそれは。A 版だよ、気をつけないと。アカウントはちゃんと守んないと。ニュースになっちゃったの、気をつけないとね。ニュースになっちゃったらもうあれだもんね、 A 版確定だもんね、名前出て。あ、でもそんなことないわ。だって森よっさんもあの救急車、あのね、救急車呼んで、あのネタで呼んで逮捕されたよね。それテレビに載ってたんだよ。でもあれだよね、A 版じゃないよ。ああれ結構昔なんだ、ニコ生時代なんだ。すごいね、昔は何でもありじゃん、何でもありなんだね、うん、うんうん、長くて1ヶ月半やろって言ってた、うん、普通の民家で焚き火もダメ。あ、もう言葉も選ばないと、今ちょっと言おうとしちゃってたことも、あ、やばいって。もう考えて喋らないといけないよ。もうビクビクしてる。厳しくって。ビクビクしてます。まいちゃん TikTok いけない？だから TikTok ってアカウントまた作れるんでしょ。だから厳しいけど緩いよね。そう、相談したけど、もうちょっともうその話はもうしないって決めた。もうその話はしないけど、また何か言ってた時はあの否定するものは否定するけど、何かあったらちょっとね教えてください。ね、今日体調悪いんだよね。そう、TikTok リフワッチが好き。あ、ねえねえねえ、そうだ、ちょっとさ、ズボンに履き替えようと思ったんだけど、みんなに見せたいのがある。あのマジで本当にあのに
今までで買ったズボンの中でマジで一番いいあのズボンを買ったんだけど、これマジで買ってほしい。今ねこれユニクロで新作で売ってんだけどさ、パラシュートパンツっていうちょっとダボってるやつなんだけど、これがめっちゃ履きやすくって、なんか韓国系ので、あのティッシュそれめっちゃ売れてる。これさめっちゃいいよね、これ超いいよね。あの違う、履いたらマジで裸なの、軽すぎて。あのこれ多分私も思った、これも新あのすぐ完売になると思って、もう恵子にも教えた。恵子もあのカナダで買ったって。だから私があのこんなに私ダサい私が恵子にあの勧めたの初めてで、今まで。これめっちゃいいよ、多分絶対に売り切れるから、ちょ履こうかな。じゃあマジで超履きやすいよ。まあ黒とピンク買ったんだけど、まあ、ピンク履こうかな。これに T シャツでさ、これにあの T シャツとかで、あマジであのやばい、なんか本当にティッシュをまとった、めちゃくちゃ軽い、マジでこれ超いい。えこれにさあの腹出しとかしたら可愛いんだよ。もう今年腹出しできるかな。これなんか本当にあの真夏とかでもあのマジでいい。これ真夏でも買ってみてね。え、うん、透けてないよね。透けてないね。これ新作だけど売り切れる予感を感じてる。おすすめ、買ってよかった。ユニクロで今までで一番買ってよかったなって思ってる。やっぱ着やすいっていうのが一番だから。値段が3900円、眉っぽいんだよこれ。眉っぽいし、これピンクで可愛いよこれ。いやマジで買う価値ある。なんかだまされたと思って、こういうダボパン好きな人は絶対買って、だまされたと思って。だまされたと思って買って、高くないって。だってこれ一生 着るとしたら安くない？これ多分結構履くよ今後。これ M。 一生っていうか多分5年は履くかな。眉は元取れんじゃん。うん、あのスーツ買った時にね、昨日スーツ買った時についでに買った、うん、ピンクと他にあの黒とグレーと白とで、白はちょっとあれだったから、あ黒買った、
近所っていうか普通にオシャなんだけど、あの韓国って感じ、 K-POP って感じ、うん、これは M だけどね、 XL まであったよ。なんかみんなとこうやって話すの久しぶりだね。これ合法ですね、うん、うちも黒クラブに、あ、わかる、ちょっとかっこいいかも。